もっと聞いてね。MBS。さあ、今朝のおばあちゃまですが、はい。はい。本当にあの僕らにとりましては、あのおぼこいおばあちゃまでございます。おぼこいと言いますと,うと、おそらくこんな朝から言うのもなんです。多分。 おそらく偶然ちょっとおばあちゃんになってしまったというような方ではない。だからもうおそらく、お若い。お若いというか。おばあちゃん。あの体なんかはおそらく、ね。違う種族の男なんかには、さらしたこともないんじゃなかろうかと。何を言ってるんですか。え、え、え、はあ、うん。ほう。もう期待をしてる。はい。よしこ。はい。よしこ。はい。聞こえますか。おはようございます。お,おはよう。あのね。 はい、よう聞こえてるから、はい、これからちょっとあの大事なお話をするからかはいいいですかちょっと小さな声になりますけどもわ、はい、かりましたいやいやもうちょっと小さくしゃべるなわかりましたよしこは <laughs> はい今こんなこと聞くのもなんですけどもはい僕のことの今の僕の現状の生活なんかは知ってます知りません。いや僕ね今しとりもんなんなですよ そんんそううななんんでですす。か。ちょっとあのうちの嫁がね先に「栄治、はい、先に行くからちゃんとね<っ>間違いのないように行きなさいよ」って言いながら行ったんです<っ>、はあ、だから間違いがっていうのはそういうね<っ>嘘をつかないようにと言ってるんだろうと思ってっだからうちのやつにね,え<っ>ねもう上におりますから回、まあ、っていいんです。あの 好きな人ができたらちゃんとねその人のお世話になりなさいよっていうのが遺言ですからはい。なんかえちょっとトンが多いの高いですね。ねあのま前のねなんやわからんあの嫁にまで行ってまだこんなところで仕事してる女なんて嫌だもんね子供もおるのに。みんなそうしたいですよ。ね大阪に住んでるっては聞きましたがバンドさんはえ今ですか。大阪にうん。 住んでるのかですか。うん、違うんですか。いや、住んでるのは東名阪なんです。あ、そうなんですか。ではい、東京にも、あの、ちっちゃいですけども。え。三分の一ぐらいですね。すね名古屋はね、今、今度、ちょっと、また、始まりましたんで、仕事が。ええ、はあ、そのために、もう、ね、遅れたらいけないと思うんで。昔だったら、大きな顔して、うん、ちょっとごめんなって言ってたんで <laughs> も。今はもう、平身低頭で、各局行ってますんで。<laughs> そうなんですか。そう、そう、そう、そう。そんな時。でもな うん、名古屋は、あの本拠地ですよ、ご自分の。いえ、そうでもないんです、一番長く住んでるのは、ね、東京なんです。はい、あ、そうなんですか。はい。名古屋は、子供がね、<laughs> あの女の子二人ができて、彼女たちが就職するまで。はい、おっただけで。はい、あ、そうなんその中で、まあ六年ほどは、また子供たちも一緒に東京に住んでたり、しましたんで。んそれで家内は東京で住んでたんで。 どうしても東京の方がね、うん、やっぱり友達も多いし、うん、それで僕もどちらかというとねあの標準語だし銀座歩いたりね新宿歩いたりとか、うん、六本木歩いたりとか、えーね、渋谷だけは行かないんですあんなもんなんかね、えー、<laughs> 何をしと考えてあんな、えー、かぼちゃの祭りをしとるのかようわからんという <laughs> あれね全部田舎者が来てるんですよあれ、うんね。海外の人とかうん 僕らみたいな都会で育ってね <laughs> <laughs>。もしもし。はい。よしこはどこで生まれたの。兵庫県です。兵庫,兵庫県の田舎。田舎っていうと、兵庫県も日本海側。いえ、真ん中です。また山ん中や。え、そう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 。え。真ん中で山奥。山奥。だ山奥。はい。そしたら友達言ったら、猿とイノシシしかおらんや。 そうですね。あこの頃シカもいるらしいですよ。<laughs> 本当に、えー、友達やな嘘つかへんし。えそうそうそう。そしてうですよ初めて結婚したのはシカとそれともサルと。どうだったでしょうねもう忘れましたね。もう忘れた。<laughs> 昔のことやから。<laughs> どんなやつと結婚したんや <laughs> あそうなんだ。はい、そして今ね。 こんなこと聞くのもなんですけども、はい、ね、はい、周りに誰もい,いないでしょうねいませんということは男はもうほっぽり出したはい働きに行ってるんじゃないでしょうな違います帰ってくるようなことないねいないですええー、僕も今一人ですよいやそうですか坂東さんとお話しできるなんてもうびっくりしますあのね お話だけじゃないんですよ、はい、男と女は。え、そうですか。え、久しくね。<え>もう忘れてしまったと思いますけども。え。男の良さをまだ知らないじゃないですか、よしこは。そうね、まだあの二十歳超えてないからね、わかりませんよね。<laughs> あのね、こんな二十歳超えたぐらいの声聞いたことないわ。はい、え、そうですか。老曲師か。<laughs> え、はい、よしこさんはりょ老曲師かなんか演歌の。 普通のおばちゃん <laughs> ジョジョ、おばちゃんって自分で言える人は大したもんですよ。すいません。<あ>おばあちゃんでした。<笑><笑>え、本当に<え>お孫さんおるの？おります。え、そうすると、はい、こんなことを申し上げるのもなんですけども、どうぞその男と結婚して、そしてお子さんができて、はい、それからちょっとの間。今のところは？ あの離れてるんですね。うんと、子供がもう成人してからですね、うん、一人になったのはあ。あ、そうなの。はい。そしたら、お子さんはもうちゃんと知ってるんだよな。知ってますよ。そしたら、僕が、あ、ごめんなさい。よしこが男ができても、お子さんはわかるよな。わかります。もうだって。え、四十過ぎてますも。あ、そんなおっさんかい。え。<laughs> そうです。もうおっさんです。えらい、若いよ。 そうしたら、う,うん、そうしたらお子さんがお子さんは結婚したの？しましただから孫がいます。こんな孫おるんだ。いますよ。えー、おばあちゃんなの。おばあちゃんな。だからおばあちゃんと話そうっていう番組やからね。ねおばあちゃんです間違いなく。間違いなくおばあちゃんな。そうです。ほで、お孫さんは男の子女の子？女の子。女の子あら可愛い,いじゃない。可愛、うん、い,いですよ。ねあのちょっとおばあちゃんがね。 ちょっとキッチン台所の近くでおったりするとちょろ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 するじゃないうんもう自分のなんかで持ってますねこう自分のなんて言うんですかあ、やりたいとことことあ<の>、あ<ー>そう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 今の子はしっかりしてますもんねそしたらあの孫がお家へ来たりするとはいおばあちゃんお,おばあちゃんとかババーとか言うんですかい,いえブランマって言います グランマグランドマザーのグランマって言わしてますよしこはい俺もアホじゃないけどもそんなことぐらい分かりますはい仕事は全て英語でやってましたからね僕ははい失礼しました本職はねピッチャーキャッチャーファーストでしょいやいやなんでほんでだからほんでって言われてもっといえっちゅうのかベンチバットボール ファールストライクセカンドどこまで野球しか知らねえなあらそうグランマって呼んでくれてんのへえこれってねグランマよしこあのうちはあのちょっと孫たちは海外で育ってるんですよ海外で。そううするとちの嫁も大学へ 大学出てるんです、はい、そうすると海外へ行ってたからちっちゃい頃の英語で喋るんですよ、はい、彼女たちが。はい、でグランマーにまた英語で喋るんですよ。はい、そうしたら僕だけがあの過疎のなんかちょほっとかれたような気がしてね、はい、全然懐かんのですよ。だから僕ね はい、お金でトラブったどうのこうのと言われますけどどうしても戦力としてこっちへ孫を寄せるのにはね、はいその紙幣がいるんですよ。いやそれよりもやっぱり愛情でしょう。<laughs> そんなことなこいですか <laughs> 愛情のね証を「かわいいなかわいいな」とか言うとったってねわかるんですよ。<laughs> はい、ジェスチャーのどうのーそれよりも 美味しいものを買ってやるとか、うん、どうも欲しそうに見てるお洋服を買ってやるとか。うん、そしたらね、ちゃんとその、僕の思いが通ずるんですよ。そうなんですか。はあ、だからもう孫、ま、さんは女の子。女です。ええ<ー>。まあね、今、孫はね、女の子二人おるんですけども。<ー>姉の方が一メートル、七十七十四かな。 下の方が77かなはいええそして僕はね僕に似たらいかんと思うじゃないですかはいはいじゃないよそんなことないですって言ってくれなんなら一応ねあの公園に来られた時に僕は公園に行きましたうん30年ぐらい前かなでねはい 講演なさった内容は忘れました。<laughs> これ。中身の薄い講演やな。い <laughs> えい、ー、や、坂東さんっていうのを覚えてますけど、<laughs> 内容はごめんなさい、忘れました。あ、そう、ど、感度感受けてたでしょう。うん、もう古い話だからね、<laughs> これ,それこそ。何の感銘も受けないような内容。<う>いや、この前も和歌山かとかね、ずっと回ってるんですけど、えー、このとこ多いんですよ、講演がまた。ええーはい。ね。 あのだからそういう講演を聞かせてもらったんだろうと思いますが<ー>内容はちょっとごめんなさい。いやいやいいですいいです。もうあののさんん方だけ見てましたけどちゃんとあ、そうそしたら話を元に戻しますけどはいここからでね住所も書いてないんですよこのご紹介いただいたのに。うん、あそうですか。あだから、はい、あちょっとこれ警戒してたのかなと思うけどこんなものは調べがつきますからね。 い出ししまたよいやいいいいややそれをね僕には渡さなんですよだけどねいろんなあの菜園って庭園でねちゃんとこういうお花を作ってらっしゃるこのお花のね綺麗な写真まで送ってくださってるんでコチョウランダとかねユリとかそれ見たらこれを育てたっていうことの優しさが僕ねちょっと欲しいんですよよし子。 はい。ね、そして、ちょっと電車ぐらいには乗れるでしょ多少体がしんどくても。うん、そうですね。うん、やっぱり誰か付き添えないと出られませんね。これを。あんまり丈夫じゃないんで。ほ、じゃ、僕は行こうか。ええー。来てくださるんですか。行きますよ。そ <laughs> <laughs> んな有名人来てもらうんだって言わない<ー>。で何を言ってるんだ。何を言うやら。 いやしかしお元気やななんだかんだっていやそんなことないもうもうあえぎあえぎいやいや大丈夫大丈夫これぐらいね活でつもちゃんと言葉が通じる本当にそしたら今ねはいあのすいませんけどちょっと二人で会ったちょっとね「栄治好き」って言うてみてもうお別れの時間き聞こえた聞こえたやった やしこ。はい。英二。もう人から見られても平気やから。<えっ> <laughs> ここでだとお互い一人ぼっちやもんな。はい、ね。うん。本、ね、うん。うん、行くで。やった。よ<し>。いっぱいあの。 お友達来ますよ。A さ<や>ん。<laughs> 見に来られたらどうしようもないやられる。いや、こういう会話をね、久々にしてみたいなと思って朝早くからでしたけど失礼しました。いえいえこちらこそありがとうございます。ありがとうございました。いいあのお花の写真も送っていただいて。いえいえとんでもないです。はい。ちょっと心のゆとりというか優しさが欲しかった時ですからありがとうございます。はい、あのこれから寒くなりますからす風などを召さないで。はい ね、はい、油断したらダメですよ。ね、は,いはい。あのよしこ好き。英二好き。清岡 <laughs> さんが笑ってます。ではでは失礼します。はい、はい、失礼します。